ございます。今から空港に向かって今回はパリに行ってきたいと思います。ただいまね、パリはファッションウィークなんですけど、今回ご縁をいただいて撮影をすることになりました。今回撮影していただく制作チームの方々が本当に素晴らしい一流の方たちで、私も本当に緊張してます。今回ね、このためにトレーニングとかも頑張ってきたので、頑張って撮影していきたいと思います。ちょっとね、パリはもう寒いみたいなので、暖かくしていきたいと思います。また現地で Vlog します。スーツケースは、3つでっかいので行くんですけど、スタイリストさんが先にね、靴とかは持って行ってくれてます。では行ってきます。ブルガリホテルのお部屋に着きました。かわいい、これ冷蔵庫って言ったこんな感じです。お風呂も広いです。はい、今10時ぐらいです。ここはテラスからの眺めです。パリの1日目が終わりました。6時半ぐらいに空港に着いて、7時半ぐらいにホテルに着いたんですけど、いろいろブラブラしようかなと思ったんですけど、荷ほどきとかしてたらもう時間なくなっちゃって、今日はホテルでゆっくりしようかなと思ってます。リコは今ね、カップ麺を食べてます。日本からいっぱい持ってきてます。明日はね、もう朝早くからヘアメイク始まるので、今日はゆっくり寝たいと思います。今ちょっとね、清掃の方がタオルとか持ってきてくれてます。ここブルガリホテルなんですけど、まだねオープンして間もないみたいなんですけど、すごい綺麗でサービスも良くて、スパもね行ってみたいと思います。はい、ホテルのジムに来ました。いつものルーティンは崩さないで痛いので、今から運動します。おはようございます。昨日はね、もう飛行機が15時間やって、飛行機の中で結構寝ちゃったので、ホテルで全然ベッドに入っても寝れなくて、結局 1,2 時間ぐらいしか寝てないんじゃないかなって感じなんですよ。早朝になってジム行って、45分ぐらい傾斜付きでウォーキングして、その後自分でね軽く教えてもらってた筋トレだけして、部屋に戻ってきて半身浴して、汗流して今って感じですね。今現在は朝の6時半ぐらいなんですけど、もうすぐしたら撮影チームの方が部屋に来て、まずはヘアメイクで、ヘアメイクしてロケバスに乗って撮影しに行くって感じですね。今日はとりあえず、一日中撮影って聞いてます。このバスローブめっちゃ可愛いですよね。ブルガリホテルのキッズ用らしいんですけど、バスローブって長くて重いじゃないですか。なんでなんかあんまり着てなかったんですけど、これキッズのやつでめっちゃ薄くて軽くて可愛くて、これいいなと思ってます。もし売ってたらね、買って帰りたいなって思ってます。リコは今朝食食べてます。
なんかパンがめっちゃ美味しそうでした。で、私は小麦控えてるのでプロテインとリンゴを食べました。では今から頑張っていきたいと思います。バイバイ。あ、そうそう、今日ねめっちゃ雨なんですよ。雨の音も聞こえるし、なので大丈夫かなって感じなんですよね。どうにか、明るくなるまでには止んでほしいなと思います。ではまた。日焼けしてますよ、私に比べて。こちらの方に、あ、こっちに20年住んでます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日のレース来たよ。これは、ここ来ちゃうかもしれないから。はい。どうしますか？これは、パンが、食べます。これも、食べたらそうだね。あ、一緒に入れちゃうんですか？全部衣装もバスに乗ってます。結構本格的な撮影でびっくりしてます。今からロケ地に行きたいと思います。メイクはこんな感じです。まだリップ塗ってません。決めたやつも撮っときます。決めたやつ1個サイズ撮って、止めてね、止めて、うん、あ、かわいい。
選んじゃって、またお花選んで。あ、いいですね。かわいいかわいい。見ございます。パリの3日目の朝です。昨日は1日目、撮影やったんですけど、もう帰ってきてどこにも、もうディナーにも行くことができず疲れて、ルームサービスだけね取って、もうすぐ休みました。昨日はもう時差ボケもあって、あんまり寝てなくて、雨めっちゃ降って、もう温度も10度あるかないかみたいな感じで、めっちゃ寒くて、もうそのコーディネーターさんとかメイクさんも、先週までめっちゃあったかかったんですけどねみたいな感じでした。で、私寒いの本当に苦手で、でロケバスの中で本当に温めてもらったり、すごいみんな親切にしてくださったので、楽しくね1日目の撮影を終えることができました。昨日行ったお花屋さんでこれいただきました。これなんか私をねイメージして作ってくださったみたいです。もうそのお花屋さん一つにしても、もうパリのお花屋さんとかめっちゃ可愛い、でカフェも可愛いし、もっともっとねいろんなとこ見たいんですけど、ちょっと今回はね時間がないので、見れなさそうなんですけど、本当にね街並みも綺麗だし、建物もねもちろん素晴らしい建物ばかりで、いろんなところね、もっと観光したいです。今日もね朝からジムに行って、軽く有酸素して、その後半身浴して、今朝ごはんを部屋でリコはパンケーキ食べて、私はバナナとリンゴと持ってきたプロテインを飲んで、メイクさんを待ってます。今日も一日頑張りたいと思います。はーい、バイバイ。あとね、今回のカメラマンさんとか編集のスタッフの方とかって、本当に今日本一って言われてる会社みたいで、もうそういう人たちと一緒にすることができて、もう私もこんな機会は絶対ないと思うので、最高の作品を作りたいと思います。それでは頑張ってきます。バイバイ。いいっすね。おー。
顔こっち向いてくれ。はい、いいね。はい、喋ってるところとかもいいんですよね。すごい。あ、いいね。うん、可愛らしい。リアル感ありますよね。リアル感ある。スパでマッサージです。10歳以上ができるみたいです。撮影疲れたよね。ちょっと今もう夕方夜前なんですけど、今からスパでマッサージしたいと思います。おはようございます。今日はパリ4日目です。もうね、早いもので今日で最後になります。撮影もね、ほとんどもう昨日で終わって、今日は夜のレストランでの撮影が少し残ってるだけです。昨日まで撮った写真とか見てたら本当に素敵に撮っていただいて本当に感謝です。今回はスチールだけじゃなくてムービーもメインで撮ってるので、そちらの仕上がりもすっごい楽しみです。また、仕上がったらアップしたいと思います。今日は今からこっちに来てる友人と、モーニングして、その後ディオールのね、今パリでやってる美術館に行って、その後チョコレートとか買いに行ってディナーって感じですね。今日はちょっとゆっくりなのでブラブラしたいと思います。昨日撮影が終わってめっちゃ疲れてて、で寝不足でどこにも出たくなくて、夕方ルームサービスで甘いもん食べたいなと思って適当に2つぐらい頼んだんですけど、それがもうめっちゃ美味しくて、久しぶりにこんなん食べたって感じやし、感動しました。なので今日は朝からまたジム頑張りました。ではパリのラストで楽しんでいきたいと思います。はい、ここはシャンゼリゼ通り。本店でちょっとアクセサリー買いました。
からおすすめのチョコレート見に行きます。これは人の顔のチョコレートです。すごい。じゃあチョコ見ていきます。見ていきたいと思います。あ、チョコの匂いがすごいね。季節で味が変わるらしいですね。すごい。すごいよね。はい、今日のディナーは、まあ、打ち上げ的なディナーでクララーズというお店を取っていただきました。ここに行きます。パリはね、7時でもまだ全然暗いです。朝こんな感じ。今からニューヨークに向かいたいと思います。楽しかった。本当にね、ここのブルガリホテルはサービスも良くて、すぐにね何でもしてくれて、スタッフの人たちも本当に優しくて、大満足のホテルでした。ではニューヨークに行きたいと思います。また、めっちゃ暗くない？ニューヨークでも Vlog 撮りたいと思います。行ってきます。はい、こんにちは。ニューヨークのお家に着きました。今回ね、この絵が新しく届きました。めっちゃ素敵。はい、こんな感じです。今スーパーホールフーズに行ってきて、フルーツとか野菜とかたくさん買ってきました。今日はもう疲れたのでお家で食べます。私はね、ケールサラダと納豆を作りました。もう本当に簡単に。で、あとサーモン焼きました。こんな感じで今日はちょっと疲れたのでお家でゆっくりしたいと思います。バイバイ。